どうもこんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬野です。今日のこの動画はですね、ジャポニズムと日本人の強みのことについてお話をしていきます。まさに昨日オリンピックの閉会式が終わったわけなんですけども、ああ本当に良かった、開催して良かった、開催する前は本当に開催するのかしないのか、どうするのかしない方がいいやろというような流れだったんですけど、実際蓋を開けてみればやっぱり開催して良かった、無観客でも開催して良かった、そういうふうに思ったじゃないですか。私たちってあの選手たちを見てやっぱり感動をいただいたんですね。でそれと同時に、俺たち日本人ってやっぱり本気出せば戦っていけるじゃないのというふうに思った方もいらっしゃると思います。まさに今私たちに必要な自信ってのを与えてくれたわけですよね。私たち、直近の私たちを見ていった時にずっと負けっぱなしだったわけですよ。何が負けっぱなしだったかって言います、やはり家電ですよね。1980年代ってのは日本はもう最強だったわけですよ。松下、ソニー、三洋、東芝、これらの会社がもうね、家電といえば日本製ではメイドインジャパンだよ、そんな感じでもてはやされていたわけですよ。ジャパンアズナンバーワンですね。それから今どういう風になっているかって言いますと、今あなたが持っているスマートフォン、そのスマートフォンは、私はね、ソニーのエクスペリアを持ってるんですよ、という方がいらっしゃったらぜひともコメントいただきたい。それぐらい日本の家電ってちっちゃーくなってしまってるんですよ。じゃあ今あなたが持ってるそのスマートフォン、それは何かっていうと、アップルかギャラクシー、サムスンだと思います。まあね、ファーウェイって方もいらっしゃると思うんですけど、大体このアップルかギャラクシーだと思うんですよね。そんな感じで私たちが強みとしていた家電を作ること、このことにおいては今私たちは自信をかなり喪失してしまっているわけですよ。日本人のお家芸であったこの家電が非常に弱くなっているという現実があり、私たち日本人っていうのは自信を失ったわけですよ。さらにそこに追い打ちをかけるように、なんで俺ら日本人は検索エンジン作れないんだと、なんで物販のプラットフォーム作れないんだと、この先日本どんどん人口減っていくし高齢化していくし、この先オワコンだよね、そういった声たくさん聞きます。でもねと、でもそんなないものばかり狙ってても仕方がないじゃないですか。今あるものの強みを自分たちで見つけて、そしてそこを伸ばしていけばまた日本は輝けるはずなんですよ。じゃあそれが何なのかって言いますと、それがジャポニズムであるわけなんですね。このジャポニズムの話をしようとした時に、私たち日本人が潜在的に持っている強さが関わってくるんですね。ですのでまずその強さについてお話をさせてください。まず私たちの強さって何かって言いますと、ちょうど5年前滝川クリステルさんが言いましたよ。おもてなし、おもてなしというふうに滝川さんが言いましたよね。この時に滝川さんは一緒に、あなたがね、もし財布を東京で落としたとします、そしたらあなたは交番に行けば大体それを受け取ることができますよというふうにおっしゃったわけですよ。そんなのね、当たり前じゃないと、何今更言ってんのという方いらっしゃると思うんですよ。これはもう日本じゃなきゃできないことですよというわけなんですよね。でコンビニに人が入ってきた時にいらっしゃいますって言いますね。これも日本じゃなきゃできないわけですよ。他の国なんてね、もうこれですよ。これだから日本人っていうのは非常におもてなし精神を持ってる、民度が高いと、それを証明するようにパスポート、これを持っていれば世界中のどこにでも行けるじゃないですか。日本のパスポートって世界最強なんです、一番ですよ。それぐらい日本人っていうのは礼儀正しくて民度が高いというふうに認識されているわけですよ。じゃあね、この私たちのこのおもてなしの精神、普通すぎて一般的すぎて私たちはそのおもてなしレベルの高さが分かってないんですけど、このおもてなしのレベルって他の国の人々と比べるとかなり高いんですよね。かといって授業で、小学校の時に今日の授業はおもてなしですよ、おもてなしの時にはこの首の角度をここまで下げてここが見えるようにしましょうねと、そういったことを教えられたことはないと思うんですね。私たちは自然にいつの間にかおもてなしの精神を学んでいるわけですよ。それは親ですね、その親、その親、ずっと祖先に遡っていくことによって、そのおもてなし精神が自然と体の中に浸透している、心の中に浸透しているという状況なわけですよ。じゃあその原点って何かってところに行き着くわけですね。この原点なんですが、茶道に行き着きます。
で、この茶道の中にも喫茶子っていう言葉があるんですね。この喫茶子ってところを伝えたい。ぜひとも聞いていただきたいので、これを聞いてください。この喫茶子ってどういう意味かって言いますと、上がって一服していきなさいよとか、一服召し上がってくださいなという意味なんですよね。まずですね、高僧、だからお寺に高僧、だから知識があって博識がある高僧という、お偉いお坊さんがいたわけですね。で、その隣にアシスタントとして、受僧って方がいたわけですよ。だからまあ、バイトじゃないですけど、従業員みたいな感じですね。で、ここに修行僧が来るわけですね。だから、炭治郎とか、善逸とか、こう、宿に泊まるじゃないですか。まあ、あんなのをイメージしていただければいいですよ。で、こう来た時に、もう高僧が、あなたは、1回目ですか ?2 回目ですか、この寺を利用するのは。はい。私たちは、1回目でございます。喫茶子と。まあ、ここで高僧が喫茶子というふうに言うわけなんですね。で、次また別の、次の人が来るんですよね。で、次の人が来た時に、高僧が、あなたは2回目ですか初めてですか ?2 回目です。というふうに答えるんですね。そしたら高僧も、喫茶子というふうに言うわけです。で、その様子を見た住院の方が、高僧さんと、なんで1回目の人も2回目の人も同じように喫茶子って言うんですかっていうふうに聞くんですよね。そしたらその高僧も、はい、出してあげなさいということで、この順位の方も、はいって言ってこう出していくわけなんですね。これどういう意味かって言いますと、初めて来た人も2回目来た人も、まあ3回も4回も5回も同じなんですけど、同じようにおもてなしをする、これこそが礼儀であり作法ですよということを順位に安易に伝えるわけですよ。言葉に出さずに、順位アシスタントですね、アシスタントの方に言葉に出さずに行動で示すと、これが喫茶子の原点なんですね。で、もっと言ってしまえば、もう老若男女関係ありませんよと。で、貧富の差なんかも関係ありませんよ。どんな人でも同じようにおもてなしをする。それをできなければ、順位、お前はね、悟りを開くことができないだろうと。それが喫茶子の考え方なんですよね。で、まあこの喫茶子の考え方と同時に、この茶道の考え方でもあるわけですよ。で、この茶道の考え方の中に、わびさびってのがあるじゃないですか。このわびさびって何なのかって言いますと、ああ、知ってる知ってる。千の利休がさ、色がついたものは美しくないから、どん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 黒に寄っていって、黒こそが最高の美しさであるというふうに言った、あれでしょって方もいらっしゃると思うんですよね。まあ、それも正しいんですよ。ただ、そのわびさびの意味の中には、世のものや人が移り変わる儚さとか、不浄である美しさってところが意味として入ってるんですよね。儚いってのは、淡く消えてしまうと。いう意味なんですよ。で、無常ってのは、私たち人間も植物も何でもそうですけど、ずっとこの状態ってことはないじゃないですか。年を取れば老けていきますし、植物も時間が経てば枯れていくと。その儚さこそが美しいよねと。淡く、その一瞬だけパッと光るけど、その一瞬パッと光って儚く消える。これが美しいよね。これが、このわびさびの考え方なんですよね。で、この茶道と喫茶この考え方。これが日本人全員に浸透しているわけですよ。だから私たちってみんなにおもてなしをできるわけなんですね。人が来れば無条件でおもてなしをできるじゃないですか。まあちょっとね、こう、スケベ心もあったりするかもしれないんですけど、基本的に、ああ、来てくれたんだと。やっぱり喜んで帰ってほしいなっていうふうにしておもてなしをするじゃないですか。それが自然と身についているわけですよ。で、その茶道の空間ですね。その茶道の空間ってのは、どういう空間かって言いますと、その主因ですね。この茶道を開催する、お茶会を開催する人の世界観を演出しなければならないという空間なんですね。まあ、これは田中さんの動画を見ていただいたらわかると思うんですけど、この空間ってのは、非常に重要な空間で、ここで使っているもの、だからこう、タンスがあるとか、シャンデリアがあるとか、そういった空間じゃないですよ。見せるものって言えば、抹茶碗とか、ひしゃくとか、鍋とか、炉とか、茶入れとか、掛け軸とか、神棚に置かれている花瓶、花入れとか、なわけですよね。だから、ここでこの空間をどれだけ、この一瞬の儚さの中で見せることができるか、ここで、日本の美術の強みが出てくるんですよね。この空間の中でどれだけ美しいものを見せることができるのか、ここの掛け軸にはどんな絵を、美しい絵を飾るべきなのか、こ
この花入れにはどんな花入れを作るべきなのか、この茶入れは、この柄杓は、そういったところが一つ一つ丁寧に作られていく。これは職人技が作っていくわけですね。美術の方、だからこの絵画の方ですね、この絵画の美術の方は見せる力としてどんどん力をつけていくわけですよ。でこっちの工芸の方ですね、だから抹茶碗とか花入れとか茶入れとか、そういったものっていうのは工芸の方じゃないですか。だから作る力なんですね。この作る力と見せる力、これを合わせていくことによって日本の美術っていうのはもうバーンと大きく飛躍するわけなんですよね。でもこの日本の美術っていうのは私たちが、まあその頃の先祖さんですね。その先祖さんはそこの日本に住んでるんで、どれだけすごいものなのかっていうのは分かってないわけですよ。それが分かるのが、鎖国をしていた日本が向こうにやっと輸出し始めた頃なんですよね。で、鎖国をしていた日本の商品なんですけど、ここで食器を包みますよね。で、その食器を包むのに、北斎漫画っていうのが使われていたわけですよ。この北斎漫画ってどういうのかって言いますと、北斎、葛飾北斎が作った漫画なんですけど、この女性はこう描きなさいよとか、男性はこう描きなさいよとか、太ってる男性はこう描きなさいよとか、働いてる人はこう描きなさいよとか、そういった感じで、全国、日本全国に200人の弟子がいたんですよね。この200人の弟子に対して、こういう風に描きなさいというお手本をカタログとして漫画として作っていた。そしてそれを配っていたと。それが北斎漫画なんですよね。ただそれが途中で商人とかに抜かれていって、ああもうこんなどうせ捨てるんだしさ、もうこれ職業コンボネとしてこれ使っちゃうということで、これがそのままこっちに渡っていったわけですよ。ヨーロッパの方にですね。で、その頃のヨーロッパっていうのは1851年、まだジャポニズムっていう風なトレンドじゃなかったんですよね。で、この本来の目的であれば、この食器が欲しかったわけですよ。この碗がね。この碗が欲しかったわけですよ。この梱包材を開いてみたときに、あら、こんな感じの日本人の人たちって素敵じゃないと。あ、こんな丸い帽子、傘みたいなね、傘みたいな帽子かぶってんの。あ、女性の方ってここにかんざしさしてんの。あ、こんな着物美しいじゃないみたいな感じで、向こうの高層の人たち、まあ、この高層じゃないですよ。こう、富裕層の人たち。富裕層の人たちの間で、ちょっとインテリ層の人たちってことですね。日本の芸術ってなんだか美しいよね、というようなことが、ちょっとずつ広まり始めていた。これが、この梱包材。だから北斎の漫画が始まりなんですね。で、この頃はジャポニズムじゃなくて、ジャポネズリーというところだったんですよ。このジャポネズリーってところが、どうやらね、日本の美術ってのがどうやら、なんかこう、ヨーロッパでも普及し始めそうだというところを美術の人たちは察知して、それを真似してたんですよ。あ、日本ってこういう風な植物とかを題材にしてんだとか、人間ってこういう風にして描いてるんだとか、女の人ってこうやって後ろで髪結んでんだとか、こうやって見返りこう後ろ姿を見せることが美しいんだとか、そういったところの表面を真似ていたもの、それがジャポネズリーというところだったんですよね。で、ここから発展していくわけですよ。もうこれは確実にね、ジャポニズムが来るというところで、1867年、バカな時に話したんですけど、このパリ万博の時に確実に日本の商品っていうのが、やっぱり美しいというところがわかるんですね。で、この時にジャポニズムというふうに変わるわけですよ。ジャポネズリーからジャポニズムに格上げされるんですね。じゃあこのジャポネズリーとジャポニズムって何が違うのかって言いますと、このジャポネズリーっていうのは表面を真似してるだけ。だからデザインを真似してるだけなんですけど、このジャポネズリーに格上げされることによって、デザインはこういう風なものですよと。ただこのデザインの中にあるもの、この中にある心の部分がわかるわけですよ。その心の部分っていうのは、おもてなしの心であり、儚さこそ美しいよね、というところがわかるわけですよね。で、このジャポニズムに昇格したときに、美術家の人たちがいろんなね、ジャポニズムの商品を作っていくわけですよ。これはね、ジャポネズリーの時だったら非常にね、なんか粗悪なものだったんですけど、ジャポニズムに変わることによって、もう、ああ、これは日本人が見ても本当に日本っぽい作品だというようなところのレベルまで達するわけですよね。で、それらの作品がフランスを中心にヨーロッパに回ることによって、うわ、日本めっちゃすげえ、この芸術性俺らに持ってないわということで、ジャポニズムっていうのは非常に繁栄していってたわけですよ。それに追い打ちをかけるように、ル・ジャポン・アーティストというカタログが販売されるんですよね。これどんなカタログかって言いますと、日本のデザインの特徴としてこんなデザインが入ってますよというところがカタログとして描かれてたんですね。で、その中には吉祥文様っていうのがあったんですよ。だから、こう、角朝とか朝模様とか桜とか、こう、扇の文様とか、ああいったところが日本の芸術ですよというところがそのカタログの中にあったんですよね。で、あと、竹とか、スズメとか、魚とか、
ザリガニとか蝶々とかトンボとかそういったものが描かれているもの、これがジャポニズムですよというふうなカタログが出たわけですよ。まあこの頃っていうのはシノワズリーもあったんで、シノワズリーとジャポニズムの混同があったんですね。だからジャポニズムはこれだよっていうところを明確にするために、このルージャポンアーティストっていう カタログが完成した。そしてそれをみんなに配っていったということがあったわけですよ。で、このルージャポンアーティストの中の表紙に朝顔が描かれてるんですよね。で、この朝顔ってなんで朝顔なのかって言いますと、朝顔って夏に咲くじゃないですか。夏に咲いて秋に終わりますよねって言いたいんですけど、これ秋に終わるわけじゃないですよ。秋が来るちょっと前に終わるわけですよ。本来であればこの秋まで咲いておくことが普通だよねっていうところなんですけど、このちょっと前に終わること、これが儚いよねと、美しいよねというところで、このルージャポンアーティストの表紙は朝顔になっているというわけなんですね。で、この朝顔は日本を象徴する花だということで、非常に多くの工芸家がこれを題材にしております。ルネラリックのあのクープ、お椀ですよね。あれも朝顔が描かれていますし、ティファニー、ルイス・コンフォ・ティファニー、あの工芸家も朝顔の器を作っているというわけなんですよ。他にもですね、やっぱりこうトンボとか蝶々、これらは日本の題材として非常に多く使われていたわけなんですよね。ガレとかの作品を見れば、トンボ多いなぁ、トンボの作品多いなぁっていうのが結構あるんですよね。で、ロイヤルウーサーとか、あの時期の方を見ていくと、この持ち手が蝶々っていうのはかなり知っている方多いと思います。この蝶々はですね、日本の芸術館でもありますし、向こうの方の芸術館でも蝶々は題材にされることがあったんで、エインズレイのあの蝶々の持ち手とかはあの向こうのデザインなんですけどね。ただそんな感じで、トンボとか蝶々とか魚とか、そういったものもたくさん題材として使われていくことになったというわけなんですよね。じゃあ、このね、ルージャポンアーティスト、本来であれば、日本の芸術はこんな感じですよっていう言い方になるじゃないか。でもそうじゃなかったんですよ。芸術の日本というふうな言い方をされてたんですよね。これちょっと違うじゃないですか。芸術の日本どういうことってなるんですけど、この意味、真意っていうのは、日本人の生活、そしてその日本人が持っているこの心、これが本来の芸術なんだというところを、このルージャポンアーティストは伝えたかったわけなんですね。その頃のこのヨーロッパの人たちっていうのは、この日本の文化とかデザインとかを全部吸収して、これこそが本当の芸術であるということで、この芸術の日本ということになったわけなんですよね。さっきもね、話をしたんですけど、もうバカラとかミントン、こういった工房も非常に多く日本の作品を作っています。特にミントンはですね、クリストファー・ドレッサーっていうデザイナーを雇ってまでジャポニズムを入れてくださいというふうに言って、ジャポニズムの作品を作ったぐらいですからね。で、バカラの方も自分たちでオリジナルで日本のジャポニズムを勉強して、そしてそれを入れていったというところがあるんで、やっぱりね、このジャポニズムの影響の範囲っていうのは工芸品においても、美術においても非常に影響を与えているんですよ。ゴッホ、モネ、ルノワール、ドガ、他にもいろんな美術家に影響を与えていますからね。それぐらいですね、日本のこのジャポニズムっていうのは、この表面だけのデザインじゃなくて、心の部分も影響を与えているわけですよ。どうですか皆さん、ここまで話を聞くことによって、あ、俺たちってやっぱりこの普通だけど、ただ普通に生きてるだけなんだけど、自信持っていいんだっていうふうに思っていただいたと思うんですよね。やっぱり自分って、あなた様は普通に生きてるだけなんですけど、かなり民度って高いんですよね。ですので、俺らってなんでガーファムみたいな会社作れないんだよとか、この先お先真っ暗だと、そういうふうな悲観的なことばかり耳に入ってくるんですけど、本当の強さっていうのは、私はこの美術とか、まあ家電もそうですけど、この手先の繊細さとか、一つ一つ一個一個丁寧に作っていく、これがね、日本人の強さだというふうに僕は確信を得ています。あなたはこのことについてどう思いますか？このことについてぜひともコメントをいただけると嬉しく思います。それではまた。